どうも、なおちんです。100英雄伝やっていきます。よろしくお願いします。さあ、ついにレベル99マックスになりました。こんな感じですね。レベル99になるとものすごく強くなります。とんでもない強さになりますよ。そしてこのレベル99ですけども、普通に上げると無理です。普通には上がらないと思います。やり方があるんですよね。今日はそのやり方を説明していきます。まずレベルを上げる場所ですね。レベルを上げる場所はラストステージです。ラストステージまで来てください。そうしないとちょっとレベルは上げにくいですね。そして装備が2つ必要になります。その装備っていうのが、このグローバッジですね。経験値がそこそこ上がるっていうやつと、これライズバッジですね。経験値が大きく上がる、この2つの装備を入手しておいてください。そう難しいところにはありません。結構簡単に入手できると思います。そしてサポートキャラですね。サポートキャラも重要になります。ユイリンを入れてください。こいつを入れておくと経験値が2倍になります。これで準備は完了ですね。それではレベル上げに行こうと思うんですけども、ここで3つの条件が必要になります。この3つの条件をクリアしてください。まず1つ目の条件ですね。敵が出てきましたら、6体の敵以外は戦わず逃げてください。必ず敵が6体出てきた時にだけ戦うようにしてください。まあ大体6体なんだけども、たまに4体で出てきますので、その時は戦わずに逃げるようにしましょう。そして2つ目の条件ですね。2つ目の条件はパーティーは3人で戦いましょう。パーティーの人数を3人にしてください。このゲームパーティーの数が少なければ少ないほど入ってくる経験値が増えます。いろいろと調整してみたんですけども、3人がベストみたいです。なので、攻撃をするキャラクター1人と、レベルを上げるキャラクター2人、その3人編成でいいと思います。そして条件3つ目ですね。この3つ目の条件が一番重要になります。レベルを上げるキャラクターはレベル40から45の間で止めておいてください。調整してください。これがね、レベルが低くても高くてもレベル99に上げることはできません。必ずレベル40から45の間で調整しましょう。キャラクターによっては20とか30のキャラクターもいると思います。そいつらは別の場所でレベルを上げて調整してください。いい感じの場所がここですね。トゥーノーズの西ですね。この街の周りで戦うとちょうど42、3ぐらいで止まりますので、そこで調整するといいと思います。はい。この3つの条件をクリアしたらようやく戦闘に行きましょう。さあ、それでは、戦っていきましょうか。上級兵がね、ワンパンではいけないんだよね。でも多分これでいけるはず。一応念のためガードもしとこうか。まだまだ。OK。なんだと。いけるでしょ。いや、倒しきれんか。まだまだ。いける。いや、いけなかった。いけなかった。今やってるこのアカウントっていうか、このデータはあれなんですよ。全クリ前のやつなんですよね。今俺が普通にプレイしてるやつの20時間前ぐらいのデータなんですよね。だからちょっと弱いんですよ。はいはい。よし。やっぱね、レベルがね5ぐらい違うだけで全然強さが違うね。で、倒しきりました。経験値がこれでがっぽり入ってきて、レベル90、ちょっと待って、リアンがレベル98。あとちょっとで上がりますけどね。もともとのデータの時にはこれはなかったな。多分シャンドラのレベルですね。シャンドラのレベルが
本当のやつはレベル65か66それぐらいで、レベル上げをしたので、シャンドラのレベルがある程度高い必要があるんだろうね。うん。多分63、4ぐらいになると、確実に99になりそうですね。まあ、ボスキンは、レベル99。こんな感じで上がりました。ものすごく強くなります。はい。ということで今日はレベル99にする方法をやっていきました。レベルがね、40から45の間のキャラクターしか、レベル99にできないんですよ。だから、普段メインで使ってるキャラクターなんかは多分ね、もうすでにレベル60を超えてると思うんですよ。もう50後半とか。なので、そういうキャラクターに関しては、レベルを上げることができません。それがね、ものすごく注意ですね。うん、一度上げてしまうと下げることができないので、取り返しのつかない要素になってます。なので、自分の、推しキャラとかは、最後までレベルを上げずに、取っておくことをおすすめします。で、40から45ぐらいにして、一気にレベル99まで上げる感じで、後々使っていくような感じにしていってください。うん、俺もね、かなりね、レベルを、中途半端に上げてるキャラクターが多くって、本当のデータの方ではレベル99がね、10人ぐらいしかいません。あとは、70とか80とか、なんか中途半端なレベルのやつばっかですね。これもう少し早く気づければ、30人ぐらいレベル99にできたと思うんですけども、はい、皆さんは、このミスをしないようにしてください。まあ、俺もここからスタートすればね、20時間分の、時間を無駄にするっていうのがちょっと厳しいんだけども、どうしようかなって悩んでるところです。まあ、皆さんはミスしないように、レベル99のキャラクターを量産していってください。ものすごく強くなります。それでは最後におさらいですね。まずレベル99にするには装備と、キャラクターが必要になります。まず装備ですけども、グローバッジとライズバッジですね。この2つが絶対に必要になります。で、そしてサポートキャラクターはユイリンですね。経験値が2倍になるキャラクターを、つけてください。そして条件が3つですね。敵は6体出てきた時に倒す。4体の時は倒さずに逃げるようにしてください。そしてパーティーですね。パーティーは3人パーティーで行くようにしてください。2人でも大丈夫です。2人でも OK。でも4人、5人、6人になるとレベル99までうまいこと上がりませんので、そこは注意してください。そして最後に一番重要なレベルですね。レベルを上げるキャラクターは、40から45の間で止めてください。それ以下、それ以上になると、うまく99までなりませんので注意してください。そしてアタッカーとなりますメインのキャラクターですね。そのキャラクターもレベル、できれば63以上が望ましいです。62でも一応99にはできましたけども、まあ、63、4だったらば間違いなく上がるかと思います。はい。こんな感じですね。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。